皆さんこんにちは、畑野和です。今日はですね、下腹部の筋力測定の仕方についてお話をしていきたいと思います。下腹部の筋力測定はいろいろ種類はあるんですけども、今日はご自分一人でなおかつ比較的簡易的にできる測定方法をご紹介したいと思います。ぜひ、ね、やってみてください。まずは仰向けになって両手を腰のこの隙間に手を添えます。手を入れましたら、この腰の隙間を潰すように骨盤と腰を丸めていきます。で、お腹に、ね、力がそうすると入ってくる感覚があると思います。骨盤を後傾させて腰を丸める感じ、そうすると隙間が入らなくなってお腹に力が入ります。この状態のままで片足上げたら、もう片方の足も上げます。で、隙間を入らない状態で足と足をくっつけて膝を伸ばします。ここからここの隙間をなくすように、このままこのままの状態、丸めた状態を維持したまま足を下ろしていくっていうこの動作ですね。これが測定方法となります。で、ここは90度、床に対して足が90度ですね。90度から60度まで行かない人は、行かない間で腰が反ってしまうから、これはですね、かなり下腹部、あとは脇腹のこのね、外腹斜筋、外腹筋という筋肉があるんですけども、この筋力がかなり落ちていると思います。90度から60度までいかない範囲で腰が反ってしまうからね、弱いです。で、60度から45度ぐらいいけるかどうかもチェックしましょう。で、45度が一応平均標準というか目標ですね。目標は45度で、45度まで腰のこのね、平坦フラットを維持できてきたら OK で、45度からまだいける、30度までいける方はかなりね、優秀な方ですね。頭上げずにこのね、手のひらが入らない、手が入らないぐらいまで維持できる。で、さらに下までいける方は、すごく強いと思います。もう一回言いますね。90度から60度まで、で、反ってしまう方、このね、空間が空いてしまう方は、腹筋の下腹部、脇腹の筋肉が低下しています。本当に、ね、今すぐ始めた方がいいぐらいですね、運動ですね。で、60度から45度ぐらいまで、ここで反ってくる方も、まあ、比較的ね、ちょっと弱い方だと思います。で、45度から30度ぐらいまでいける方は強い方で、30度から、ね、下まで行っても腰が反らない、ここのフラットを維持できるという方は強固の腹筋を持っていると思います。ざっくりね、簡易的に測定できる方法ですので、ぜひ、ね、皆さんやってみてください。ここは弱い方、下腹部と脇腹弱いと、どうしてもですね、腰痛が出やすかったり、あとは疲れやすい体になりやすい、姿勢が悪くなりやすいと思います。皆さんお試しください。また明日お会いしましょう。さようなら。